はい、どうもイタチです。今回はですね、レノファの選手解説やっていきたいと思います。今回はミッドフィルダー編です。早速いきましょう。まずは5番の佐藤健太郎選手。この選手35歳でね、多分一番年上かな。でベテランの選手なんですけど、まあ長いことねいるのかな。まあ去年から見出したんでちょっとわからない部分はあるんですけど、で佐藤健太郎選手、去年の最初の方はね、まあすごいボールを刈り取る能力もあって、つなぎ役にもなれる選手っていう感じだったんですけど、まあ体力的な問題もあるんでしょうね。終盤になったら自分がマークついてる選手にくさびが入った時に出足が遅れちゃったり、自分がマークついてる選手がニアゾーンラン、インナーラップの形でサイドバックとセンターバックの間を裏抜けしていく動きをした時についていけてなかったりするっていう場面が多かったんで、まあちょっとスタメンは厳しいのかなっていう感じがします。はい、では次は6番の高貴博選手。この選手はね、21歳172センチ、とても若い選手で、で、若い世代のね日本代表とかにも選ばれている選手です。本当にこの選手はね、佐藤健太郎選手の本当に強度の高いバージョンというか、ボールを刈り取る能力も高いですし、でつなぎ役になる役割もできますんで、まあ佐藤健太郎選手とね同様にね、サイドに振り分けるっていう能力は低いんですけど、まあちゃんと視野は取れていてね、各駅停車にはなるんですけど、しっかりつなげるっていう感じですね。で今季は下田監督が言ってる通り で開幕戦にも使われてる通りで、インサイドハーフで主に攻撃的な役割を任せられる場面が多い感じなんですね。で僕個人的には高貴博選手って攻撃的な場面で生きる選手ではなくて、守備的な面ですごい生きる選手だと思うんで、個人的にはちょっと今の使い方は嫌かなとは思います。まあでもね、若い選手なんで攻撃的な部分で下田監督が何かすごい才能を見出しているという可能性もありますんで、そこはねまだ1試合しか見てないんで。で開幕戦ではハーフスペースを取る役割をしていたんですけど、別にそこでもね生きる感じはなかったんで、これから何か成長が見られるのかなという選手です。次は7番の田中パウロ純一選手。この選手は26歳169センチ、昨シーズンに加入した選手で、ドリブルが持ち味ですごいムードメーカーの選手、 YouTube とかも始めてね。で、皆さんね、田中パウロ純一選手をカットインからの左足の鋭いシュートだったりドリブルっていう面でイメージしがちなんですけど、田中パウロ純一選手ね、守備でもすごい貢献力があるんですね。レノファの選手って高井選手だったり池上選手、山下選手がサイドに使われた時にプレスをかけに行く時に、サイドバックのコースを切らずに行ってしまうことによって、サイドバックに出された時にボールを前に運ばれるっていうシーンがあったんですね。ですが田中パウロ純一選手はサイドバックへのコースを切りながらプレスをかけに行くので、そこからサイドを圧縮できる、そういうプレスのかけ方をできる頭がいい選手です。でドリブルもスピードあるドリブルっていう感じではなくて、ためを作るドリブル、サイドから、なんで言ったら本田圭佑選手みたいな。でキックの精度も高いですし、僕的にはスーパーサブとしてはちょっともったいない選手かなと思います。昨シーズンのね最初の方は全然守備の貢献度が低くて、僕もちょっとねこの選手はダメかなと思ったんですけど、昨シーズンのね、中盤あたりからすごい守備の貢献度が上がって、ちょっとびっくりしたんですけど、すごい成長した、昨年成長した選手の一人ですね。はい、次10番の池上ジョージ選手。池上ジョージ選手はね25歳167センチでキャプテンということでね、まあ昨シーズンは怪我に悩まされてあんまり出場はできてなかったんですけど、後半からね出場しまして、この選手はね、まあ高い位置から精度の高いパスだったり、まあ開幕戦ではねロングシュート打って、まあ相手のゴールキーパーのミスっていう感じではありましたが得点を決めたっていう選手ですね。で、昨シーズンはサイドで使われることが多かったんですけど、守備の時には逆サイドにボールがある場合には中盤に絞ってそういうことができる選手です。ただプレスをかけに行くときはちょっと危なっかしいというか、自分のマークつくべきところを外しながら行ってしまうみたいな、そういう場面が多かったですね。まあここら辺は戦術としてあるところなんでとやかくは言えないですけど、まあ下田監督にもしっかり徹底してほしいなという感じでありました。はい、次は11番の高井一馬選手。高井一馬選手はね25歳176センチということで、高井一馬選手はほとんどフォワード、
まあ、守備の強度が少し低いかなという感じなんですが、でも、高井選手の武器の裏への飛び出しで、斜めの走り込み、ダイアゴナルランをすごい頻度が高いですね。なんでそれでゴールキーパーと1対1になってループシュートで点を決めるみたいなシーンが目立ってました。昨シーズンは開幕戦ではね、ちょっと1対1の部分で外してしまったんですけど、まあね、今シーズンも得点を量産してくれる選手なんじゃないかなと思います。はい、続いては14番の吉浜亮平選手。この選手は27歳172センチということで、前線のところをいろんなポジションやっていた選手ですね。僕個人的にはインサイドハーフがいいと思ってるんですけど、インサイドハーフで開幕戦のシステムだったらインサイドハーフでハーフスペースに陣取る形でいける選手だと思うんですけど、まあライン間で受けるのがうまいですね。池上選手と同様に、池上選手もね、ライン間で受けるのがうまい選手です。で、吉浜亮平選手はで、そこからキック精度も高いですし、フリーキックも決めてましたね。でシュートも昨シーズンの開幕戦かな、いいシュートを決めてたと思います。で、まあクロスが直接ゴールに入ってるとね、ラッキーボーイの部分も打ち合わせてるんで、今シーズンはね、昨シーズンより多く起用されてほしいなという。昨シーズンの、ね、あまり多くない試合数の中で確実にね、得点を決めているんで、すごく注目しています。はい、続いては20番の清永武選手。清永選手25歳177センチということで、昨シーズンは怪我だったのかな、おそらく。で、最後の試合だけ出てたんですけど、最後は、ウィングバックのところで使われていまして、清永選手はね、ストロングポイントとしてドリブルっていうところがあるんで、まあ期待はできるかなという感じです。で、サイドのところだったらいろんなポジションできそうなんで、どこで使われるかにも期待してます。はい、続いて21番の古賀俊太郎選手。21歳181センチということで、ね、結構身長が高いですね。この選手ね、なんとレスターのユースチームにいまして、そこからオランダのズオレっていうチーム、でそこからベルギー、ラトビアのチームを転々と歩いたという異色の経歴を持つ選手ですね。で、21歳なんでとても若いですし、でどんな選手なのか分かんないんですけど、ストロングポイントが攻守と、ちょっとなんか他の選手と違うような回答なんで、まあ期待しようかなという。で、なんかトレーニングマッチ、タイキャンプのトレーニングマッチですごくなんか得点を決めていた選手でもあるそうなので、まあ期待しています。はい、続いては26番河合歩選手。20歳177センチということで、河合選手はね、昨シーズンは左サイドバック、瀬川選手が栃木に移籍した後に、左サイドバックとして起用されていたことが多かったんですけど、まあそこでね、あまり高い位置を取れていない、で、それは左サイドバックに起用された場合ですね、右サイドバックに起用された場合は高い位置を取れてるんですよ。で、そこから、クロス精度もね、まあいいですし、後ろの方からね、ビルドアップに参加できるっていう点もでかいですね。はい、では次29番田中陸選手。田中陸選手20歳の168センチということで、田中陸選手は今シーズン加入してきた選手で、柏から移籍してきた選手 で、あまり分かんないんですけど、試合見てないの で、ストロングポイントが背後への抜け出し、複数のポジションができるところ、走力、気持ちというところで、まあ、中盤でしっかりね、カバーリング範囲が広い選手なのかな。で、ハードワークもできる、インテンシティが高い選手なのかなと思います。で、20歳なんで若いんでね、すごく期待しています。はい、次30番ヘニキ選手。30歳182センチということでね、ヘニキ選手は空中戦がすごく強い選手ですね。昨シーズンの、J2 の空中戦の敵陣地の勝利数が2位とかだったような気がします。なんで僕ヘニキ選手2トップの一角とかにしてもありなのかなと、終盤になったら。で、開幕戦ではね、アンカー任されてたんですけど、あんまりね、振り分けるところは上手くなくて、で視野の取り方とかもちょっとね、怪しいところがあったんですけど、で、ヘニキ選手はフィジカルが強くて、守備のところで、ね、カバーリングの速さがすごいですね。なんでそこで使ったっていう可能性もありますね、下田監督は。吉光選手がね、相手がプレスかけてきてないのに前線にボールを蹴ったところから、ちょっとビルドアップのところをこうあまりやらないようにしていた。相手が、カウンター型のチームなんで、そういうところを気にしていたのかなと。なんでヘニキ選手をアンカーに置いて、インサイドハーフが出ていったと
時にそこをしっかり埋めてくれる選手ということで、すごくカバーリングが早かったです。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちなみにね、河合選手とか、清永選手とか高井選手とかパウロ選手とかはね、ちょっとミッドフィルダーっていう怪しいところもあるんですけど、公式ホームページに記載されているものにのっとって話していますので、ちょっとそこら辺はねご了承ください。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回ですね、レノファの選手解説ミッドフィルダー編ということで、とても内容の濃いものができたんじゃないでしょうか。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録、そしてツイッターの方もフォローよろしくお願いします。で、毎日ね夜11時からツイキャスの方で生配信も1時間ほどやっていますので、そちらではねサッカー以外のことを主に話していますので、そちらもねよろしければぜひご覧になってください。ツイッターから飛びます。ではイタチでした。